これは私が子供の時モリアに聞いた話だ。とある嵐の夜、誰もいないはずの調理場から物音がした。トン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 。ああ怖いなあ、やだなあ。ちょっと待った！ロング、今話してるのもしかして怖い話か？何を今さら。そんなのこの状況を見ればわかるっしょ、仁太郎くん。さくら黙っとけ！俺は今ロングに聞いてんだ！ひっと、ちょっとスバル、そこのヤンキーが怒鳴る。とはいえ僕もレイたちが夜中にいきなり僕らの寝室にやってきて、前触れもなく怖い話を始めた理由がわからないんだけど。ああ、それはカズがどうしてもナゴムの部屋に行きたいと言って聞かなくてな。だって明日はグランツ投票の結果が出るんだよ。きっとナゴム兄さんは緊張して眠れないに違いない。だったら僕がしっかりケアしないと。ということでここに。ね、ナゴム兄さん。ありがとう、カズ。ならば私も同行して森屋仕込みのとっておきの話を披露してやろうと。だから、なんでとっておきが怖い話なんだよ。眠れない時は森屋から怪談を聞くのが定番だったのだが、普通眠れない時に怖い話を聞いたらますます眠れなくなっちゃうと思うけど。そうだ丸メガネ、今いいこと言ったぞ。こっちとら投票結果待ちのドキドキに別のドキドキが攻めてきて頭がぐちゃぐちゃだっつーの。だったらなんで一緒に来たの？部屋で待っていても構わないって言ったのに。それは仁太郎くん、まさか一人で部屋にいるのが怖いとか。なわけねえだろ、仁太郎様ともあらうものが。あ、お化け。お化け、どこだ。今2メートルは飛んだよね。さすがにそこまでは。おい、まさか嘘なのか。当たり前だろ、お化けなんているわけない。許さねえ、おめえらに人の心はねえのか。でも仁太郎、怖くないって。うるせえ、こんな信用できねえ奴らとは一緒にいられねえ。俺は部屋に帰らせてもらう。え、ホラー映画で一番最初に殺される人。ああ。お化け怖がる前に自分がお化けになっちゃうパターンってやつ。ほう、うまいこと言うな、チャラ男。坊ちゃんはチャラ男禁止。何故。でもちょっと悪かったかな。ナゴム兄さん、誰だって自分じゃどうにもならないくらい苦手なことってあるから。それなのに自分のこと棚にあげて笑いすぎちゃったかなって。お、あーっと前から思ってたんだけどさ、ナゴムくんって結構自信ない系？気にしてたならごめん。ほら、前にもレオンに言われたことを気にしてたみたいだから気になってさ。お前はファンを自己肯定の材料にするつもりなのか？他人に媚びを売ることがパフォーマンスだとでも？そんなつもりじゃ。へえ、君ずいぶんナゴム兄さんにお詳しいみたいだね。たった数週間の付き合いで一体何がわかるかな。僕には見当もつかないな。ちょっとカズ。怒んないでよカズくん。俺は別にナゴム君のこと悪く言いたいわけじゃないからさ。ただ養成所時代に練習生の間で噂になってた飛龍兄弟の兄がなんでこんなに自信ないのか気になって。確かに、それにこのオーディションに勝ち残ってる時点で悲観するような実力だとは思えない。うん、私には及ばぬが美貌もそれなりに持ち合わせているしな。ありがとう。そうだよね、自信もっと出さなきゃいけないよね。出た！え、出たって何が？だから出たんだよ！お化け！
お化け？お化けが出たの？それであんな大声で叫んでいたんですか？俺がそこの廊下を歩いてたら、青白い人影が、もっと青白い人影？やだやだ、僕怖い。やだやだ、俺も怖い。てか、お化けってマジ？いや、普通に無理なんだけど。本当にお化けだったんですか？何かの見間違いじゃなく？絶対に絶対に本物だって！絶対に絶対に見間違いだって何度も言ったでしょ。まったく、こんな時間に大声出して他の人たちまで起こして。本当に見たんだって！あれはきっとインターナートを作るとき事故で死んだ大工さんが。仁太郎は本当に面白いな。おかしな話で和兄さんを怖がらせるのはやめてくれる？カズ、俺は大丈夫だから。大体お化けなど存在するはずがなかろう。それをお前が言うか！ロングが怖い話なんかするからお化けが引き寄せられて出てきたんじゃねえか！ほう、ザコどもが集まって何を騒いでいるのかと思えば、平和ボケとはまさにこのことだな。レオン言い過ぎ。とはいえ、みんな随分余裕やね。怖がるならお化けなんかより、これから発表されるグランツ投票の結果の方やないん？そりゃそうだけどよ！まあ、所詮はこの程度だろう。グランツの支持が集まれば、自分の価値が上がると思っている奴もいることだしな。それまさか、ナゴム兄さんに言ってる？さあ。こんばんは。皆さん、お集まりですね。どうしたんですか、こんな夜中に。稲本さん、ビビらすなよ。またお化けが出たのかと思っただろうが。うん、お化け。あ、稲本さん、その小脇に抱えているの、さんじゃないですか？ああ、先ほど寝ぼけて廊下で生き倒れているところを拾いまして。はあ、ああ、クック、大丈夫？みんな、部屋いない。クック一人。ごめんね、一人で置いてきちゃったから俺たちを探してたんだね。眠いよね、部屋に戻ろうか？僕たちも一度部屋に戻ろう。さっき話していた通り、明日は投票の結果発表だ。各自気持ちを整えないと。思い出したらドキドキしてきた。この後眠れるかな。あ、ですね。わかるわかる。でしたら今お伝えしましょうか。え？伝えるって結果発表か？はい、実は集計結果はもう出ているんです。皆さんが聞きたいようでしたら。聞きたい！え、ちょ、太陽くん？だってもう結果が出てるんだよ。緊張したまま朝まで待つより今聞いちゃった方が気が楽だし。それはそうだけど。いいんじゃないか。結果なんて最初から分かっているのも当然だろう。それどういう意味？さあな。ふん、どうやら皆さん聞く準備ができているようですね。ではグランツ投票中間結果は、秘密です。はあ、申し訳ございません。投票の結果は皆さんにお伝えしないことが決まりました。伝えないって？一体どういうことだ？あ、そうだ。ちなみにスマホで検索しても無駄ですよ。そのスマホは結果発表に関するありとあらゆる情報がブロックされるようプログラミングされていますので。そんな！めちゃくちゃやろ。わけわかんねえよ。でもそれじゃあこの先どんな心構えでオーディションに参加すればいいのか。わからない？なぜですか？結果が出るとオーディション中の立ち振る舞いが変わるのでしょうか。図星か。さて、皆さんには明日の休日を挟んでから1週間
自主練習をしていただきます。どのようなメニューで過ごすかは自由。次の課題まで実りある時間をお過ごしください。以上、解散。なごむ、クック、掃除終わった？俺もちょうど終わったところ。ご飯まで時間あるし、いつもみたいに日本語の勉強しようか。バン！じゃあ最初の問題ね。これの名前なんだ？モップ。惜しい。正解はほうき。間違えた。ほうき。そう。他に頭文字にほのつく日本語を知ってる？宝石、ジュエル。すごい、よく知ってるね。じゃあこっちは？それチリトリ。正解。前、太陽教えてくれた。ゴミ集める、チリトリ。クックは記憶力がいいな。じゃあゴミ以外で頭文字に5のつく日本語は？ご報告ありがとうございます。急に流暢。間違いではないけど、もっと日常的な言葉があるんじゃないかな。日常的？例えばごめんなさいとか。クック、ごめんなさい知ってる。ソーリー。そうそう、短くごめんねって言ったりもするね。ごめんなさい、ごめん、ごめんね。ごめんなさい、ごめん、ごめんね。ごめんなさい、ごめん、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。なごむ？顔青色、大丈夫？ああ、うん。あのさ、うん？クックはどうしてアイドルになりたいって思ったの？ああ、ごめん、いきなり。同じ担当カラーだから圧をかけてるとかではなくて。グエン。グエン？友達。クックアイドルなる。グエン喜ぶ。グエンっていう友達に喜んでもらうためってことかな。バン。そっか、友達のため。すごいね、誰かのために何かになりたいって思えるなんて。俺とは大違いだ。ナゴムは？なぜアイドル？俺はなんでアイドルになろうとしてるんだろう。ん？養成所の先生に勧められて。でも元々養成所に入ったのだってただダンスが得意だったからってだけで。ナゴム、ダンス上手、綺麗。ありがとう。小さい頃からダンスだけは得意だったんだ。でも他のことはちっともうまくできなかった。何をしても失敗ばかりで、いつも誰かに謝ってた。ごめんなさい、ごめんなさい。だけど弟の数は違った。勉強もできて運動神経も良くて、本当はダンスだって、うん、怖いんだ。いつか数の理想の兄じゃないんだって、本当は何もできないやつなんだってバレてしまうんじゃないかって。だから必死に練習して、練習して、練習して、誰かが褒めてくれるのを聞いて、まだ大丈夫だってほっとして、その繰り返し。ナゴム、泣いてる？レオンの言ってた通りだよ。俺が誰かに応援してほしいのは、その人に喜んでもらいたいからじゃない。ただ誰かに褒めてほしいから。俺はまだ大丈夫だって安心したいから。俺は
誰かに褒められるためにアイドルになろうとしてるんだ。なごむ、なぜダメ？え？グランツ、なごむ褒める、なごむ嬉しい、なぜダメ？ああ、ダメじゃないけど、動機が不純っていうか、相手のことを考えられてないっていうか。なごむ、すぐなる、顔暗くなる、すごくいつも、これ本当。ああ、でもなごむ、相手考える、だからなる、違う？俺は相手のこと考えてないって思ってるけど、考えてるからこそいつも悩んでるんじゃないかってことかな。バン！そういう考え方は初めてか。なごむ優しい、優しい人、なる、優しいだから。そんなこと、クックの方がよっぽど優しいよ。バン、クック優しい、なごむも優しい、いいこと。いいことって、俺たち競い合う相手なのに。もうポジティブだな。なごむ、パニャニャン、一緒にパニャニャンしよう。パニャニャン、ねえ、よく言ってるけど、それって。おい、なごむ、クック、仁太郎くん、どうしたの急に。今日の夜中、インターナートでお化け狩りをすることになった。お化け狩り？0時になったら談話室前に集合だ。それで結局集まったのは、仁太郎くんを筆頭に、俺とカズと太陽くんと双葉くんとミオくんと一斉さん。俺も来たかったわけやないんやけど、同じ部屋の子たち全員行くって言うから。あ、クックンは眠気に負けて来られんかったけど。いつも一緒の相方は、養分分け合うみたいにひっついてるあの人。養分分け合うってカズくんには言われたないわ。あのレオンくんならくだらないってんだと。まあまあ、そう言ったのはミオさんじゃないんですから。ああ、悪かったな無口。もう八つ当たりダメ絶対。にしても他の奴ら散々俺のこと嘘つき扱いしたくせに、いざとなったらビビりやがって。ビビってるわけではないかと。むしろその逆。みんな結果発表が出なくて気が抜けちゃったんじゃないかな。とりあえず俺たちだけで行こうよ、肝試し。お化け狩りだ。昨日見たお化けをとっ捕まえて、俺の言ったことが正しいって証明してやる。お化けって捕まえられるものなんでしょうか。今の声ってアグリさんです。食堂からだ、行くぞ。アグリ、アグリさん大丈夫ですか。今キッチンに水飲みに来たら、中に青白い人影が。仁太郎が言ってたのと同じだ。なあ仁太郎くん、仁太郎くん、何隠れとるん。隠れてなんかいねえよ。たまたまナゴムが俺の前にいるだけで。めちゃくちゃ膝笑っとるやん。ねえ、もしかしてナゴム兄さんを盾にしようとした？ねえねえねえ。カズ、俺は大丈夫だから。今のライト借りる。誰、誰かいるの？クック。